皆さんこんにちは。ご紹介いただきました細野剛史と申します。いや真山さん元気ですね。今ちょっとね、今太陽が、曇りましたけども、先ほどまでものすごい熱いこう太陽が降り注いでましたけども、そこで真山さんがもうほとんどずっと喋り続けるんじゃないかというぐらいですね、熱心に制作の話をしていました。私にとっては真山さんといえば日テレのキャスターですね。本当に報道キャスターとして最前線で頑張ってきたテレビのおなじみの真山さんがですね、参議院議員になってくれた。それからというものですね、政策はもちろんですけれども、やっぱり政府の報道の自由を守るとかね、国の在り方、もう少し自由な方がいいんじゃないかと、こんなことも含めて、本当に素晴らしい活躍をですね、議員としてしてくれたんですね。そして今回の選挙はいろんな考え方があったけれども、神奈川でやろうということで決断をして、今回、真山雄一さんが出てくれました。全裸さんにまだまだ神奈川で出てるってことについて知らないと思いますから、ぜひ周りに進めていただいて、真山さんを知っていただきたいというふうに思います。その上で、まもなく来週から参議院選挙が始まるんですが、私はこの選挙でですね、皆さんに今必要なことは何なのかということを考えてもらいたいと思います。政策の話は後半でします。皆さん、今の安倍政権に必要なのはアクセルなのかブレーキなのか、まずそのことを考えましょう。私はいくつかの問題から、今の安倍政権はおかしなことをやろうとした時に必要なブレーキが足りないと思うんです。例えば皆さん、政治と金の問題です。ようやく舛添さんがお辞めになりました。自民党と公明党が推薦をした舛添さんですから、できればもう少し早く結論を出してもらいたかった。まあもう結論が出ましたので、あとはですね、この新しい知事候補をしっかりとみんなで選んで、いい知事を誕生させて、そして2020年に向かっていろんな準備をしたいというふうに思います。しかし皆さん、私、政治と金の問題を考えた時にですね、もう一人やっぱり考えてもらいたい人がいるんですね。個人的な恨みがあるわけではありません。政策的にはなかなか立派な人かもしれないと思うけれども、神奈川の皆さんにだけはやはりこれは申し上げたい。天海さんの問題、皆さんどうお感じになりますか？舛添さんの問題は確かに政治資金をプライベートに使って湯河原の別荘に行かれたんですが、これはこれで問題です。しかし天海さんの問題はもっと皆さん深刻なのではありませんか？私も大臣をやっていました。いろんな人がお願いに来られる。権力を持っている人間はそれを公平に扱わなければなりません。甘利大臣の下で秘書が UR に対して働きかけをして保証金が釣り上がった。そしてその業者が甘利大臣の事務所にお金を渡していた。私はこういうことをやってはいけないという極めて、まあ、なんていうのは典型的なケースと言えるというふうに思いますよ。ましてやですね、甘利大臣が大臣室でお金をもらっていたというのは、我々の感覚からすると信じがたい話なんです。私が皆さんにぜひ分かってもらいたいのは、権力が強いというのはこういうことなんですね。これだけ明白な疑惑がありながら、東京地検特捜部はそれを起訴することができない。この問題一つ考えたときも、今やっぱり政権に対するブレーキが必要なんだというふうに皆さん思っていただけるのではないでしょうか。もう一つだけ申し上げたいのは、これは真山さんが一番熱心に言ってこられたこと、報道の自由についても考えましょうよ。この4月の番組改編期にあたりまして、 NHK からは国谷さん、キャスターからいなくなった。テレビ朝日では古舘さんもいなくなりました。古舘さんは、私はね、自分が大臣をやってる時も随分厳しい報道されたから、言いたいことも確かにあるのは分かる。しかし権力者というのは、いろんな疑念を投げかけられた時には、それに対してできるだけ国民の皆さんにしっかり説明をする。これが取らなきゃならない立場だというふうに思うんです。今の政権がやってるように、気に食わない報道があったら、放送法に基づいて公正ではないという判断をして免許取り消すなんていうグロテスクなことをやっちゃダメなんです。皆さん、これまで自民党の中にはね、こういうおかしなことをやろうとするときにはブレーキをかける人がいましたよ。しかし今いない。残念ですけれども、
公明党も今その役割を果たしているとは私には見えない。ならばもう少し野党に力を貸してもらえませんか。そうだ、法の自由を守っていくんですよ。政治と金の問題でおかしなことがあったときにはそれをしっかりと国会でも追及できる、その力を皆さんにお与えをいただきたい。そのためにはこの神奈川はね、4つ椅子がありますから、しっかりと真山さんに頑張ってもらわなければならないということを皆さんに分かってもらいたい。そしてもう一つ私が皆さんに訴えかけたいのは、真山さんもさっき言ってくれました、経済の問題です。このままの路線で自民党の皆さんが言ってるようにこのアベノミクスをさらに進めることで生活は豊かになるんでしょうか。私はそろそろ方向転換をした方がいいと思ってる。金融緩和をして経済を良くするという、これはやり方としては間違っていません。それこそ真山さんたちもそのことを言ってきた。しかし皆さんね、程度というものがあるのではありませんか。ゼロ金利まではまだいいでしょう。今やマイナス金利です。皆さん貯金をしていたって手数料の方がたくさん取られるから、実質的には皆さんもマイナス金利になってしまっているんです。それだけではありません。中小企業は今は地方銀行の経営が悪くなってますから、それこそ地方銀行が日銀にお金を預けていたらマイナスになっちゃうんだから、地方銀行の経営が悪くなるのは当たり前です。今まさにこのアベノミクスによる金融緩和のマイナスの影響が出ていると私どもは考えています。じゃあ金融緩和は効かない、第二の矢である財政政策も消費税増税できませんから、これはできないということになると皆さん第三の矢に期待しますか。私は真山さんとここは全く同じ考え方で、再生可能エネルギーのさまざまな規制を取り除いていく、さらには新しいビジネスが出てくる規制改革は断固やるべきだと思っている。少し民主党は保守的になったところあるかもしれませんね。そこは維新の皆さんも入っていただくことによって規制改革どんどんやりましょう。しかし皆さん、規制改革だけで経済良くなると思います？例えば一つだけ例を挙げると、私は静岡から来てるんですが、静岡県では今民泊をやろうという話が出ている。民泊が導入されて、それこそ家庭的なサービスが伊豆半島で行われるということになれば、横浜の皆さん伊豆半島に旅行に行っていただけますか。優しい皆さんは行っていただけるかもしれないけれども、どうでしょう皆さん、皆さんは例えば年に2回旅行しているという方がいらっしゃるでしょう。そういう方々が民泊ができたからって言って3回目の家族旅行をやりますか。そういうことは皆さんできないんです。なぜかというと、皆さんの所得が増えてこなければ国内の経済は良くならない、旅行に行こうという人は増えないんです。皆さんの年金が将来も安心をできてもらえるようにならないと、それこそ皆さん国内で消費は増えない。ここが今まさに空白になっているんではないでしょうか。私はやってることがちょっとあべこべだと思ってる。まず年金の積立金を株に投資をするのはやめた方がいい。円安になってどん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 年金の積立金が減ってますから、さらなる年金不安を今残念ながら生じさせてしまっています。これはやめた方がいい。そしてどん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 増えてきている派遣社員が、これ以上増えるのももうやめた方がいい。むしろ正社員になれるような環境を作ることが我々は必要だというふうに思っています。今人手不足になってきました。正社員になりたいという人も、正社員を雇いたいという中小企業も増えている。ならばいかがでしょうか。私どもは中小企業は正社員を雇った時に負担がかかってくる。例えば医療保険の負担、年金保険の負担、介護保険の負担、失業保険の負担、その半分ぐらいは我々が公的にみんなで支えることによって若い人たちが正社員で雇われるような社会を作ることに皆さん力を貸していただけませんか。今安倍政権はこう言ってます。真山さんもさっき紹介してくれた法人税減税をする。調べてみたら皆さん7000億円も法人税減税にかけるって言ってるんですよ。そんなことをやったって内部留保が積み上がるだけで全く経済にはこれ以上プラスにはなりません。その財源があるんだとすれば、その財源を中小企業の正社員化に充てることによって
みんなが望めば正社員になることができて、今まで200万で頑張ってる人が300万もらえるようになって、少しは美味しいものを食べることができる。300万の人が400万もらえるようになって、望めば結婚して子供を作ることができるような社会を作ることに皆さん力を貸していただけないでしょうか。私どもはよく分かってます。まだまだ民進党という政党がそんな爆発的な人気があるわけではないことは分かってる。ただここで我々は踏みとどまらなきゃならない。はじめに申し上げたように、必要な時にブレーキをかけるだけの力を与えていただきたい。そして NATO のまま終わるつもりはありませんからね。真山雄一さんのように現場を知っていて、経済が語れて、そして政府に今必要なことは何なのかということを誰もよりもよく分かっている真山さんに頑張っていただいて、もう一度我々は近い将来政権にチャレンジをしたいというふうに思っています。どうぞ若者の皆さん、真山さんをご支援をいただいて、ぜひとももう一度国会で発言をするチャンスをいただけますように、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。